もう空気感がもう全く違う。いや、ね、うまい設定ではないですからね。ただまあその曲が何て言うんですかね、いろんな歌い方をこう受け止めてくれる、こう受け皿がやっぱ「くれない」という曲はもう果てしないので、まあどんな風に歌ってもやっぱ「くれない」になると。すごいですよね。いや、これすごいですよね、やっぱりね。いや、もうね、ヘドバンとかもキレがキレでしたね。一瞬バンギャに見えたもん。その横であのチャーハンの食べ方できるね。だから全然噛み合ってないんですよ。全然噛み合ってないですよ。そういうところやっぱり大物感感じるんですよ。あれ分かってても結構ね、歯は食べれんよ。もう僕らぐらいだとわざと違うやらしい小芝居みたいな入れるんですよ、全く関係ありませんみたいな。もう淡々とされてるもんな。すごいわ。最初キリンの川島くんが見て、星野さんむちゃくちゃ良かったっつって、コメント出しててね、教授と淳くんのその最初の関係は多かったけど、最初こうお互い距離あったけど、最後に2人が間に虹がかかるっつって、いや素敵ですね。そういうコメントしたかったなって映画館で。さすが川島さん、さすが川島さんですね。皆さん本日はお忙しい中ありがとうございました。僕も今日お話ししていて、また映画館に何回も行こうと、今思いましたし、一緒に行きましょうか。いいですか、映画行こう。いいですか、いいんですか。全然でも本当にこう何回見てもこうなんだろうな、いろんな見どころが詰まってますし、こう、まあ、こう見どころっていう一言でこうくくれないほどたくさんの、まあ、こうた郷さんがおっしゃってくださったたおやかに温かいこうシーンがたくさん詰まってると思いますので、皆さん劇場に足を運んでくださったら、嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと右側の方にも手を振ってあげてください。では次左に行きます。ありがとうございます。いいですかね。はい、じゃあ大丈夫ですね、はい、ということでどうもありがとうございました。ありがとうございました。